おっぱいは世界を救う。はい、竜兵大佐です。今日はですね、野田市にある洋菓子屋さんか焼き菓子屋さん、なんつうのティーダのお菓子さんにちょっと今から行ってみたいと思います。まあ撮影許可が下りるかわからないんで、とりあえずね、とりあえずオープニングだけ今家で撮って、まあ、店内映させてもらえれば映して、まあ、帰ってくるかなって感じなんだけど、うん。まあ、どうなるかはわかりません。まあ、近くのなんだ、野田市のポポポベーグルさんの方で、ちょっと情報を入手しまして、そちらの方に、ちょっと、行ってみようかなという感じなんだけど、うん、まあちょっとまああとでまた店内の様子と映せたらそちらの方編集して流して、でこちらのオープニングとエンディングの方に移りたいと思います。それではまた後でお会いしましょう。はい、今日は野田市のディーダのお菓子さん、焼き菓子店ちょっとお邪魔してます。すごいいい外観で、木のぬくもりを感じる、この床とかね、ぬくいたかな、これ。ちゃんとコロナ対策もしてます。このオリジナルマークアップが欲しい、鳥好きの俺としては欲しいですね。あと残り、今日限定であと残り1個になりましたね。私の方はもう買いました。ドライフラワー、天の青は素晴らしい。まあこんな感じのお店ですね。店内の様子はどうだったでしょうか。一応撮影許可いただきましたんで、店内とまあ外観みたいな感じ、撮影させてもらいました。で結局行って、今まあコロナの影響といろいろありまして、こちらの販売だけということで購入してきました。で、ね、500円です、うん、まあ中の方を開けてみようかなと思って。でね、袋がねすごい、これティーダのお菓子、これかわいいよね。で店内の写真載ってるけど、マグカップとかなかなかいいデザインの私好みのマグカップとか置いてあって、ちょっと買いそうになったんですけど、ちょっと何分これがちょっと銭子は貯めてから行かなくちゃね。あ、それよし行くぞのもね。まあそんな感じでちょっと開封します。うん、500円でこんな入ってんだ、すごいな。へえ、入ってるのがね、クッキー、いいな、これ食べたいな。チョコチップかな、これチョコチップっぽいですね。で、あとね、これがなんつうの、これなんの、バナナケーキですね。バナナケーキ、これがね、賞味期限短いとか言ってましたね。バナナケーキいいね、これ。で、こちらの方が読めねえ、チョコレートって書いてあるね。こっちは何だ、チョコレートとね、読めねえこれ何、なんつうの、これはこれなんていうの、わかんない。まあこれちょっとわかんないけど、これ2つチョコレートと、これバナナかな、こちら入ってますね。で、これがこれなんていうの、これ、え、これなんだ、これこれなんだ、マドレーヌ、マドレーヌ、マドレーヌらしいです。マドレーヌ
ちょっとうちのに聞いてて。スノーボール。え？スノーボール。スノーボールだった。スノーボール。スノーボール。この2種類ですね。で、あと、スノーボール。3種類でした。スノーボールじゃねえじゃん、これは。グリーンティー。だから、緑茶ですね。これだけ入ってます。で、これ試食、まあ、したいんだけど、これ俺が食ってしまうと、うちのにちょっと怒られちゃうんで、半分ずつ試食しちゃいけないんで、試食は今回なしということで。すいません。まあ、眉優は間違いないと思うんで、皆さん、野田市の活性化を目指して頑張って、こういう店。野田の方見てるのかわかんないけど、まあ、一応全国で世界に発信してる YouTube なんで、日本語ですけど、野田の方見てるかわかりませんけど、野田市を盛り上げようということで、今後、野田市の、イベント、店、いろいろちょっと回りたいと思ってますんで、まあ、実はこの後、この前に朝日サンドイッチさんちょっとお邪魔したんですけど、普通に撮影しないで、普通にサンドイッチ買って、そのまま食べました。あそこも眉優でした。で、まあ、入り口ツイッターの方には上げたんですけど、入り口で普通の、まあ、格好で写真上がってますんで、ツイッター見てる方、朝日サンドイッチさん野田市美味しいです。まあ、宣伝なんで、CM もお待ちしてますんで、まあ、もう一回こちらの方を映させてもらって、まあ、こういう感じですね。ちょっとね、お菓子系であんま詳しくないんでね。すいませんね。では、以上となります。今回試食なくて申し訳ない。次回、また野田市のどこかに出没するかもしれません。それでは、また次回お会いしましょう。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。